まったく誰よ、電気つけたまま。あら、まだ残っていたの？立川くんも？実は私もなのよ。やってもやっても終わんないの。それだけでもしんどくて面倒でストレスがたまるっていうのに、あいつらの態度が輪をかけてイラつかせてくれるのよ。書類を見返しては不備を見つけ、ああだこうだと説明してくるし、細かいことばっかりぐちぐち言ってきて、しかも黙々と、それでいて無表情なのよ。気味が悪いし、こっちが和やかにしようとしてもあっさり無視するし、うー、思い出しただけでも腹が立つわ。あいつらは人じゃない、人の形をしたロボットよ。だから感情もないし、プログラムされているから黙々と作業できるのよ。いいえ、立川くんはあいつらの本性が分かってないからそう言えるのよ。ヘレンは何を考えてるか全然わからない。監査とは言いながら裏でコソコソやってるみたいだしね。ええ、いくら問いただしても新しい改造や強化の研究だとか言ってはぐらかすのよ。怪しすぎるわ。あいつは昔からそうなのよ。でもまあ、あいつらだって仕事はしてるんだから、それは認めないとダメよね。よし、明日から頑張るわよ。立川くんも頑張ってね。大変ね。最初から。すぐ終わると思って待っていたんだけど、なかなか終わらないし、話の腰を折るのも悪いと思ってね。それで書類はできたの？いくつか間違えている箇所があるわね。こことここ、あとこことか。それにこの説明の言い回しじゃちゃんと意味が伝わらないわね。ダメよ、他の解釈でも伝わるわ。間違えて解釈する可能性がある以上訂正してもらうわ。できないわ。これを通したら、通してしまった監査側の責任になるもの。そう。じゃあ、待っててあげる。これだけならもう少しで終わるでしょ。だったらここで待つわ。それなら詰まったところは私が教えてあげるわ。ほら、さっさと始めてよ。お疲れ様。じゃあ、早速確認するわね。問題は特にないわね。これなら提出できるわ。それじゃ、
私はもう行くわね。何？私、アイス好きだから。怪人にアイスをおごってもらったのは初めてよ。いつも嫌な目で見られるからね。立川は普通の怪人とは違うわね。そういえばそうだったわね。そしてラグリアに無許可で改造されたのよね。それは問題ね。早く解決しないと。じゃあいただきます。好きだけど、特にバニラアイスが好きね。じゃあ、もらうわ。バニラの隣のチョコ&バニラにして。あ、立川、ありがとう。そうね、溶けるのは良くないわね。ならこれでやっと出撃できるわね。すぐに出撃の準備をしてちょうだい。分かってるとは思うけど、気合い入れて頼むわよ。それでどんな感じなの？舞台のことよ。ちゃんと戦えそうなの？まあいいわ。ともかく頑張ってきてちょうだい。ないわ。だってあの子をどうにかできるとは思えないもの。とりあえずうまくやってちょうだい。